ブンブン、ハロー YouTube、どうもそれです。今回はここ最近 Amazon のセールなども利用して様々なペンライト、そしてキーライトなどを購入していますので、今回はこれらライトについてご紹介したいと思います。一番最近購入したライトといいますと、この3種類になります。この3つが先日 Amazon で開催されましたブラックフライデーセールを利用して購入したライトになります。そして今年の夏やそれ以前に購入していたライトはこちらの2つのライトになります。ライトと言いましても、とにかく外を明るく照らすというような、このような大光量のライトも販売されていますが、今回ご紹介したいのは、ただ単に明るいだけではなく、手元も照らしやすく、そして何といっても携帯性が高い、これらペンライトになります。こちらのオーライトの製品だけキーライトといった方が正確だとは思いますが、たまたま最近購入しましたので、こちらも今回一緒にご紹介したいと思います。自分の場合ですと、このようなペンライトを購入する目的としましては、主に手元を照らすために購入しています。何かこのような細かいものを照らす際に、ちょうどペンライトがありますと便利に照らすことができますので、こういったペンライトをよく購入しています。では早速それぞれのモデル、特徴などについてもご紹介したいと思います。まず一番最初に紹介するのは、厳密にはペンライトではありませんが、最近購入しましたこちらのオーライトの製品をご紹介します。型番は I1R2EOS というモデルになっており、この製品はこのようなキーライトとしては珍しく、明るさを調整できるモデルになっています。点灯方法としては、この先端部分をねじることによって点灯させることができます。そしてどの位置までこの部分を回転させるかによって明るさを調整することができます。例えば普通に点灯させますと、このぐらいの明るさで点灯させることができます。さらにここからネジをもう少しねじりますと、このようにかなり明るい明るさで光らせることができます。この比較的暗めの明るさが5ルーメン、そしてマックスのこの明るさが150ルーメンということになります。この種のキーライトを購入された方多いかと思いますが、その他のモデルと比べ、この製品の異なるポイントとしましては、この部分にあります。実はこの製品はボタン電池で駆動しているわけではなく、内蔵のリチウムイオン電池で動いています。そのため、このリチウムイオン電池を充電するには USB のマイクロ B ケーブルを使って充電します。このオーライトの製品を購入しますと、標準でマイクロ B の USB ケーブルが付いてきますので、そちらで充電することもできれば、また今自宅にある USB ケーブルを使って充電することも可能です。レンズとしましてはこんな感じになっており、スポット光というよりは光が拡散するタイプになっていますので、より広い範囲を照らすことができます。ですので本来の目的でもある鍵につけておき、鍵穴の周辺を照らすというような使い方もとても使いやすいモデルになっています。5ルーメンと150ルーメンを設定することができますので、足元まで照らしたいときは150ルーメンで使用して、そしてただ単に手元を照らしたいというときはこの5ルーメンで使うと電池の持ちも長くなりますので使いやすいかと思います。そして続いてこちらも最近購入しましたナイトカーのペンライトになります。型番としましては MT06MT という型番になって、この製品につきましても明るさを調整することができます。調整できる明るさにつきましては、4ルーメン、45ルーメン、180ルーメンとなります。本体を点灯させた直後は4ルーメンで点灯させるようになっています。ただ、この後紹介する商品もそうですが、この辺につきましては少し注意点もありますのでご紹介しておきたいと思います。その注意点とは何かというと、初めて点灯させるとき、あるいは直前に点灯させてから少し時間が空いたとき、その時は必ず4ルーメンで点灯します。これがその4ルーメンの明るさになります。1回消灯させてしばらく時間を置いて、もう一度点灯させますと、また同じく4ルーメンで点灯します。ただし、消灯した直後もう一度点灯しますと、今度は45ルーメンで点灯してしまいます。同じように今度は45ルーメンで点灯中に、消灯点灯を素早く繰り返しますと、今度は180ルーメンで点灯します。このライトは主に医療現場で使われるライトですので、最初に4ルーメンで点灯するというのは、おそらく人の目を照らすときに患者さんの目を傷つけてしまわないように、この一番低い
4ルーメンで点灯させるようになっているんですが、素早くオンオフを繰り返してしまいますと明るさがどんどん変わっていってしまいますので、この点に注意が必要です。なお、オンオフせずに明るさを調整する方法としましては、一度点灯して、この点灯したスイッチを完全に押し込むのではなく、半押しします。そうしますと、このように明るさを切り替えることができます。最初にご紹介した手元を照らすために使うという用途であれば、この一番暗い4ルーメンが適していますが、LED の白い光を利用している関係上、4ルーメンであってもこのようにかなり眩しく感じます。この4ルーメンが眩しすぎるという方のために、もっといいライトはないかということで購入したのが、こちらのライトになります。こちらは 3K というブランドで販売されている PH421 というモデルになります。この製品につきましては何ルーメンかは仕様は記載されていませんが、というのも、この製品は LED で光るわけではなく、電球になっています。この先端には、ニップル球と呼ばれる先の尖った電球が搭載されています。そのため、明るさは調整することはできないものを、今回購入したペンライトの中で、自分が一番欲しかったちょうどいい明るさで光ります。点灯させる方法としましては、このクリップの部分の先端部分、この部分を押し込みます。そうすると、押している間だけこのように光ります。電球ですので、光具合も黄色がかっていて、目にも負担がない明るさになっています。この明るさで手元のものを照らしますと、このように、ちょうどいい明るさで照らすことができますので、眩しすぎて反射した光で照らしたものが見えにくくなってしまうということもなく、今回購入した中では一番気に入っている製品です。とはいえ、電球を使用している関係上、注意点もあって、LED と比べかなり寿命が短くなっています。実際に電球部分を取り外してみますと、こんな感じ。この先端を押し出してやることによって、電球を取り外すことができます。電球ですので、やはりあまり寿命は長くありませんので、この製品をよく使われるという方の場合は、必ず同時にこのニップル球も購入しておく必要があります。あともう一つ気になったのは、このように少しだけではありますが、電球部分が出っ張っていますので、下向きに思いっきり落としてしまうと、電球が割れてしまう心配はあります。耐久性はあまり高くないかと思いますので、大切に使う必要があります。そしてこちらは今年の夏頃に購入した、ルミントップというメーカーのペンライトになります。型番は IYP365 という製品で、こちらも明るさを調整できるタイプとなっており、調整できる範囲としましては、1.5 ルーメン、25ルーメン、145ルーメンとなっています。構造としましては、最初にご紹介した、こちらのナイトカーのペンライトと同じような構造になっています。構造だけではなく、形もかなり似ており、おそらくそれぞれのメーカー、お互いを意識して設計したモデルになっているかと思います。なお、点灯方法としましては同じなんですが、点灯させる明るさにつきましては、このナイトカーの製品とは少し仕様が異なります。ナイトカーの製品は必ず一番最初は最も暗い4ルーメンから点灯しましたが、この製品につきましては少し仕様が異なります。どういうところが異なるかと言いますと、直前に使用した明るさで点灯します。例えば今の場合ですと、直前に使用した明るさが 1.5 ルーメンでしたので、1.5 ルーメンで点灯します。明るさを調整したい場合は、この上のボタンを半押しすることによって、今は 1.5 ルーメンですが、次の明るさは25ルーメンではなく、一気に145ルーメンで点灯します。これが145ルーメン。そしてもう一度ボタンを半押しすると、今度は中間の25ルーメンになります。順番に明るさが変わっていくわけではなく、1.5 ルーメンから145ルーメンへ、そして145ルーメンから25ルーメンということで、少し点灯方法が変わっています。ですので、必ず直前に点灯させた明るさで点灯させたいという方は、この製品は使いやすいかもしれませんが、実際に人の目を照らすような医療現場で使う場合、必ず暗い明るさで点灯してほしいという方の場合は、一番最初は4ルーメンで点灯する、このナイトカーの製品の方が使いやすいかと思います。とはいえ、このように連続して点灯消灯を繰り返しますと、ナイトカーの製品のように、このルミントップの製品もどんどん明るさは変わってしまいます。
頻繁にオンオフを繰り返した時に明るさが変わってしまうというのもこの製品の欠点の一つです。そして最後にご紹介するのはこちら。もうこの製品は有名な製品ですので持っている方も多いのではないかと思います。スルーライトの TI4 というペンライトになります。この製品も明るさが3段階になっていて、自分が購入しているこちらのモデルは初代の TI4 になりますので、明るさは 0.3 ルーメン、24ルーメン、252ルーメンとなっています。どうも現在は最新バージョンのバージョン2というのが発売されており、バージョン2に関しましてはこれまで 0.3 ルーメンだったところが3ルーメンに10倍の明るさになっています。ですのでこの TI4 の一番の魅力でもあった 0.3 ルーメンが最新モデルのバージョン2では利用できなくなっていますので、その点が少し残念かと思います。点灯方法としましては2つ目にご紹介したこちらのナイトカラーのもと似ています。必ず最初は一番暗い 0.3 ルーメンで点灯します。そしてボタンを半押しすることによって24ルーメン、252ルーメンと切り替えていくことができます。またこの製品につきましてはストロボモードも搭載されており、明るさを1回変更した後もう一度明るさを切り替えると4番目にそのストロボモードを起動することができます。ストロボモードというのは光を点滅させるモードで、相手の気をそらす際に使ったりするモードとなっています。では実際に点灯させたいと思います。 0.3 ルーメンというのは手元を照らすにも少し暗すぎる明るさですが、真っ暗の中で何か照らしたいという場合、例えば屋外で星空を撮影している場合、そういう場合にはこの 0.3 ルーメンという明るさがちょうどいい明るさになります。実際に点灯している様子がこんな感じ。このようにカメラのレンズに直接光が当てても全く眩しくないというのがこの 0.3 ルーメンという明るさになります。そしてこの状態で上のボタンを半押ししますと、今度は24ルーメンで点灯します。さらにもう一度半押しすると252ルーメン、ここでもう一度半押しすると 0.3 ルーメンに戻って、次が24ルーメン、そして次が252ルーメン、そして次が 0.3 ルーメンに戻るのではなくストロボモードに切り替わります。こういったストロボモードというのはペンライトに搭載されていることは珍しく、もっとスペックの高いこのような大型のライトに搭載されることは多いんですが、この TI4 につきましてはペンライトでありますが、ストロボモードも搭載されています。なお、今回購入したライトの中では、一番光がスポット光に近く、こちらのナイトカーの製品ですと、光がどちらかというと拡散してしまうんですが、このスルーライトの光は一点に集中しているのがわかるかと思います。これは何を意味するかと言いますと、例えば屋外で、遠くを照らす際に使う際も、このスルーライトの製品はスポット光でより遠くを照らすことができるようになっています。LED 周辺のこの反射板につきましても、遠くを照らす際に最適な設計になっていますので、ペンライトですので、多くのペンライトが近くを照らすために設計されているに対し、このスルーライトの製品だけは、どちらかというと近くを照らすというよりは遠くも照らせるという設計になっています。ですので、単に近くを照らすだけではなく、遠くも照らしたい、要は散歩用のライトとしても使いたいというのであれば、今回ご紹介した中で、このスルーライトのライトが最も適しています。ただ、個人的に便利と感じていた、この 0.3 ルーメンのモードが、最新バージョンのバージョン2では3ルーメンにアップしているようですので、この点が一つ注意かと思います。真っ暗の中で近くだけを照らしたいという場合は、この 0.3 ルーメンがとても役に立ちますが、最新モデルは3ルーメンにアップしてしまいましたので、目が暗闇に慣れているような場面では3ルーメンでも眩しすぎるということがあるかと思います。ということで今回はここ最近購入しましたキーライトやペンライトをご紹介しました。最初にもご紹介した通り、自分がこのペンライトを使う理由としては手元を照らすというのが購入した一番の理由です。このナイトカーの製品が一番適しているのではと思っていたんですが、実際に使ってみたところ、LED の青白い光ということもあり、近くのものを照らすと反射光でとても眩しく見えてしまいますので、期待していたよりも明るすぎて、やや使いにくく感じました。逆に一番使いやすく感じたのが、今回購入したモデルの中で価格も一番安い、こちらの 3K というブランドで販売されているペンライトです。このペンライトであれば、反射光で眩しくなってしまうということもなく、
近くのものもしっかり照らすことができ、なおかつ細部まで確認することができますので、一番このライトが使いやすいように思います。欠点も先ほどご紹介した通り、LED ではなく電球を使っていますので、予備の電球を用意しておく必要があるというのが欠点ではありますが、近くを照らすだけに特化したライトであれば、この3系の製品が一番使いやすいように思います。こういったペンライトであっても、それぞれ使われる環境は人それぞれかと思いますので、自分の使い方に一番適したペンライトを購入されるのがいいかと思います。なお、今回ご紹介しましたこれらペンライト、販売ページのリンクにつきましては、動画の概要欄の方に貼っておきます。最新の販売価格など興味のある方は、概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。